法務省は、ジョージアの中央省庁の一つ。司法制度に関する活動、検察の監督、法的制度と公共秩序の維持、公共の保護、そして法制度改革について責任を負う。ジョージアにおける司法制度の発展は、立法機能が人民人と元老院によって統制されていたパルナバズ一世の知性まで遡ることができる。 9世紀から10世紀にかけてこの司法制度は、ダルバジと呼ばれる国家組織に割り当てられるようになった。ダルバジは、聖職者、貴族、そして庶民で構成された。この組織は重要な法的文書の発行を担当し、その中には、サンパラブツムゼブネロ法、バグラトクラパラティ法、ギオルギゴセイ法、王立裁判所規則などが含まれた。また、モーセの立法、 ギリシャ法、ローマ法、シリア法など外国文書についても翻訳し、適用と遵守を求めた。現存する最古の司法文書は、18世紀初頭のバフタング六世の地世に作成、保存されたものである。この文書は、バフタング六世法書として知られている。バフタング王のダストゥル・ラマルは現在まで残存している。この書物には1707年から1709年に、 かけての情報が掲載されており、政治家の解説、職務の割り当て、測量調査、人口調査、経済、歳入、税金、資産といった情報が記されていた。今日のジョージア法務大臣が務める職務は、初期長、追悼長、観察長に分割されていた。19世紀初頭に、ロシア帝国がジョージアを支配した後も、ジョージアの法律は20世紀初頭まで機能し続けた。 これが終焉を迎えたのは、1918年に、ボルシェビキがジョージアを占領し、ジョージアの伝統的な司法制度を廃止した時であった。1918年5月26日、グルジア民主共和国は、ロシア帝国からの独立を宣言した。国民会議が、ジョージア独立法を可決したことにより、独立ジョージアに、最初の法務省が設立された。この法務省は、 1921年にソビエト連邦に併合されるまで機能し続けた。1918年10月11日の法律では法務省に明文化された会部門が設置され、また法律と政府決議の収集として法律の法典化と勧告が実施された。1991年にジョージアが再び独立した際、法務省もまた再設置された。 法務省は大臣一人が干渉し、副大臣三人がそれを補佐する。法務省は2008年11月7日の大統領令第541号の決議に基づき、職務を遂行している。2000年1月現在、法務省は強い権限を有しており、刑事司法制度とその組織運営の統括、交渉及び市民登録、国家資料の保全、 効果的な行政システムの組織的維持、領土問題解決のための国会委員会、その他の作業部会の活動について権限を有する。法務省の主たる職務は以下の通りである。ありがとうございます。